荒木大介さんです。こんにちは。こんにちはお。よろしくお願いします。もう、再来週のもう、木曜日になっちゃうともう、キャンプインでもう行っちゃってるんですね。早、はい。早いですね。え、もう、キャンプイン目前ということで、お忙しい中お越しいただきましたありがとうございます。ね、とんでもないです。よろしくお願いします。はい、えー、荒木大介さんがユニフォームに袖を通されますのが、ヤクルトのコーチを務めでした、2003、えー、2013年以来、えー、5年ぶりということなんですが、 どうなんですか監督就任決まって以来、体を鍛えるってことはあるんですか体を鍛える、選手じゃないので、<laughs> あの、こう、ウェイトトレーニングをやるって、まあ、これ、習慣でやる方もいらっしゃいますし、はいはい、趣味でね、うん、やる方もいるんですけど、僕は全くやらないで、もう本当に散歩というか、うん、あのウォーキングですね。はいはい,、はい、はい。だから、それはあの、 好きなので、はい、えー、汗をちょっと出しながら、はい、かきながら、やってはいるんですけど、はい、鍛えてるかって言われるとちょっと恥ずかしくて鍛えてるとは言えないですね。え現役時代はおなじみ、えー、背番号が11番、えー、ベイスターズでは47、えー、ライオンズとスバローズのピッチングコーチ時代は70番台の背番号でしたがさ、はい、えー、今シーズンファイターズの二軍監督としてのバックナンバー背番号は <laughs> あ85ですね。85? はい。 これどうしてええー、空いてたからというのが理由ですね。別に何も理由なく、うんえー、空いてる番号の中で、うんえー、まあ、どれがいいかなと思って、うん、まあ、あまりつけた、つけたことがない、えー、番号というか80番台の、各一番大きい番号ですよね。そうですね。うん、まあ、何の意味もなくですねあの、空いてる中から本当に選んだというだけで、うん、はい。ユニフォームンも手元にはえっと、今年のバージョンはないです、まだ。 あの、昨年までのっていうか、<ー>秋のキャンプに、はい、えと参加したので、ええ、その時のユニオームは、ええ、えーあるんですけども、ええ、あの、今年バージョンはおそらく開幕頃になるんじゃないかなとは思うんですけどデザインが変わらなければですね、何も聞いてないんでちょっとわからないんですけど。ああ、変わる可能性もあるんですね。どうなんですかね、僕ちょっとそれ、あの、あんまり、 <laughs> 執着ないので、来 <laughs> たものをそのまま着ようという感じで。はい <laughs> えー、さて、このシーズンオフの主役と言いますと、何と言いましても北海道日本ハムファイターズでございました。まず、えー、荒木大介さんが入団当初から二刀流を支持してこられました大谷翔平選手<ん>、えー。今シーズンからアメリカメジャーリーグエンゼルスに移籍ということで、えー、荒木さんが二軍監督に就任されてから大谷翔平選手とはこう、会ったり話す機会ってのはえーと、 僕が初めてですね、鎌ヶ谷の合宿場に行った時ですね、ちょっと入り口がちょっと定かじゃなく、いろんなドア開けながら、で、最後に開けてポンと開けたら、目の前に大谷翔平がいたんですよ。ちょっと離れてたんで、ちょっと薄暗いところに立ってたんで、誰かわかんなかったんですけど、でっかいやついるなと思って、あっとよーく見たら、大谷翔平だったんですよ。 ね、向こうから、まあ、こんにちは、みたいな、まあ、当たり前ですね。普通の挨拶して、うんうん、あの、よろしくお願いします、みたいな感じだったんですけど、あ、うん、うん、もうね、あまり、接することないだろうけど、うん、よろしくね、という感じの、挨拶が一言二言あった。 だけです。ああ、そうですか。はい、で、もともと彼はあんまり喋らない。僕はあんまり喋るこではないんですけど、うん、彼はもっと喋らないので、うん、グラウンドでも挨拶して、ちょっとどうお元気、はい、みたいな感じぐらいだったんで、はい、まあその延長みたいな感じだったですかね。非常に礼儀正しい選手ではあるってことですよ。ね。いや、高青年ですよ。 えー、インタビューとか、うん、ああいうのを聞いててもそうですけれども、うん、やっぱりしっかりこう受け答えもするし、うんえー、しっかり顔を見てね、うんえー、ちょっと答えてくれるっていう、うん、僕はすごい好印象ですね。あの、もう荒木さんは今となってはもう送り出す立場になって、 っているわけですけど、ずっとこの番組でも、あの、おっしゃってたのは二刀流を支持しますよ、という。はい、そういった意味で、その、エンゼルスに決まった時、まあ、エンゼルスの球団としての歓迎ぶり、ファンの歓迎が全くすごかったんだけど、はいはい、この、メジャーでの二刀流、もいろんなこと今言われてるんですけども、うん、これはエンゼルスって球団入ってよかったんでしょうかね 僕はいい球団。やはり彼はしっかり考えてね。えー、まあ、マネージメントの方もそうでしょうけれども、うん、えー、しっかり考えて、えー、自分に合うところ、うん、いう合う球団というのをしっかりこう考えた結果だと思うんですよね。うん、あの、名前だけではないとか、はい、お金がどうとか、うん、そういうことではなくて、自分を生かせるところをどうやったら自分がメジャーでいき生きていけるのかなというような、えー、判断のもとだと思うので、うん、そういう意味では非常にいい球団だったと思いますね。まあ、あの、月、5月かな。 アメリカンリーグですから、えー、どっち、アナハイムなのか、あの、ニューヨークちょっとわかりませんけど、はい、ヤンキースと対戦することがあるときに、うん、これでマー君出てきたら、日本のメディアも、うわっといくんでしょうね、これね。そうですよね。ねだから、僕もユニオンも来てなかったらね、えー、そこに多分、加わって、なんか <laughs> <ー>、 いったような気はするんですけども、えー、あの、それはまあ日本にいながらもですね、えー、あの、ファイターズユニオン着ながらでもやっぱり気になる体制になると思いますね。うん、すねはい。当然、この日本だけじゃなくてアメリカ中も注目してるんでしょうけども。うん、さて、一方、ファイターズの話です。えー、新たに入団した選手が荒木大輔さんの早稲田実業の後輩の清宮幸太郎選手。えー、ま、あの、去年の暮れお越しいただいたときに、あの、まだ入団決まってから会ってないんですよという話だったんですが、うん、その後、もう終わりには。 え、あの、1月の頭にですね、合同自主トレ、えー、新人の合同自主トレがスタートして、はいえー、その時はあの僕らスタッフも全員参加なので、えー、行って、えー、会いました。はい、で、まあ、彼もそうなんですけど、新人の選手たちもみんなこう挨拶に来るんですけども、うん、なるべく近寄らないように、うん、報道関係が多かったので、もう来るともう大変なフラッシュになって、 ブラシをたかれてしまうので。うん、だって、荒木大介、はい、清宮幸太郎って言ったら、はい、格好のあれですよね。はい、だからもう、ちょっと彼にもちょっとね、ちょっとかわいそうなんで、うん、もう、あまりこう、来なくていいみたいな感じで、行、うん、って、まあ、ちょっと軽く挨拶するぐらいで。うんはい でも、こう、遠目でこう見ていて、まあ、荒木さん経験されてることですよね。うん、高校でいきなりルーキーとして注目されて、で、いろんなこともあるとは思うんですが、遠目で見ていて、清宮幸太郎選手の変化みたいなのを感じました変化というかですね、僕はあの、今まで彼と会った時、会った時見たのは、学生服を着てる時と、うん、あの、創立のユニホーム着てる姿しか、僕見たことなかったんですね。それが合同自トレの時には、あの、 短パンにちょっとスパッツ履いて、あと上も T シャツみたいな感じなので、なんですかね、こう、すごく細くというか、ほっそりというか、締まったような感じでものすごく見えたので、あ、実際はこうなのかなとか思いながらも見てたんですけども、ええ、まあ、聞くところによると、かなり、えっと、オフの間、オフというか、この寒い時期ですね、しっかりトレーニング積んできたということなので、走り込んだんですかね。しっかり絞って、ええ、この1月の、 自主トレを迎えているような感じを受けました。うん、はあ、はい、あの、やっぱり注目されてるってこともあるだろうし、うん、十分ご自身も期待されてるってことはわかるでしょうけど、もう特に周りから心配しちゃうのは、あんまりお前、肩に力入れすぎんだよってことをよく言う。はい、ね荒木さんもそういうことをおっしゃりたいところもあると思うんですけど、はい、どうですかいや、その辺はもう、しっかりこう、キープしなければいけないし、うんうん えー、それを止めるのが僕たちの役目なので、うん、選手たちっていうのはもう当然のどんどんやりたい、アピールしたい、うん、もう本当に、えー、ちょっと、えー、必要以上に、うん、えー、練習をやってしまうところがあると思うので、うん、そこをやっぱりしっかり止めてですね、うん、ある程度のところでこう、えー、 体もケアさせていかなければいけないと思いますけどね。えー、ファイターズのキャンプ1軍はですね、<laughs> アメリカはアリゾナ州のスコッツデールからスタート。一方、おこう、ファームの場合は沖縄県、まあ国神村でスタートします。今のところやっぱりこう、清宮幸太郎選手はアメリカスタートになるんですかねいや、オはちょっとまだそれはっと言えないというか、<laughs> まだ正式に決まってないんですよ。あ、そうですか。はい。うん、これあの、選手たちにおそらく伝わるのが、もうそろそろか20日前ぐらいに、 選手に伝わってですねいくと思うので、最終の決定をするのは、やっぱり1軍の栗山監督が最後に決定するので、だから今、僕はちょっと、簡単に言うと、選手たちってこの時期、すごくこう、なんですか、敏感というか、自分は1軍なのかな、2軍なのかなとか、なんかそういうのがあって、僕はちょっと、だそれは今、言えないというか。 決まってないので言えないというです、ね。そうです、ね。あの、隠して言えないんじゃなくて、うん、正式決定がされてないので、ちょっと言えないという状況です。うん、あの、荒木さんもずっと現場をご覧になってきて、で、ご自身もいらっしゃって、あの、一軍向きの選手、スタ、はい、選手スタートが。それのファームで、まあ、とにかくじっくりやろうよって選手、いろいろこう、性格もあるって聞いたことあるんですかあ,ありますね。ねですから、えっ、ー、と、一軍にいないと、なんていうんですかね、そういうこう、動きを、 自分で持っていけなかったり、もう、あ、俺二軍だ、みたいな感じになってしまう子がいたり、ですから、そういうのを逆に煽る意味でも、一軍に置いたりあ一軍に。で、最初に経験させて、チャレンジさせて、そこで競争させて、いい方向にこう持っていく選手もいますし、それはちょっとうまくですね、それはあの、全スタッフが意見を出し合って、メンバーで決めたりとか、それで最後に監督が判断をするわけですね。ですね。今のところはまだ、 白紙とね、ね、はい、いうことです。で、さっきもお伝えした通り、ファームは沖縄県国神村で2月1日から23日までキャンプを張ります。で、23日間のキャンプ、休み4日間なんですが、 これ、普通のスケジュールなんですかそうですね。あの、大体、えー、四筋一休ぐらいのペースが普通なんですけれども、うん、あとはそこにこう、なんですかね、日曜日が入ったりすると、うん、そこは休みなしで、日曜日というのは基本的に休まないですね。うん、要は、あの、いろんなお子さんがいたり、ファンの人が、はあ、あの、東京から見に来るとか、地方から来るとか、うん、そういうことがあるので、うん、なるべく日曜日というのが、えー、練習日ですね。だそうすると、五筋になったりですね。うん で、逆に三金になってしまって、うん、しまうこともあるんですね。だからそれをうまくこう調整しながら。<ー>でそれによって練習メニューのこうボリュームも変えていくわけですね。はい,はい、はい、にな五金だったらちょっと真ん中のえっ、ー、と三日目の時にちょっと落とし目にしようかとか、うん、だかそういうのも全部僕らがやっぱり考えながら、うん、コンディショニングコーチと相談しながら、うん、はい、やるところです。あのー、まあ要するにベテラン選手とそれから、うん、まあバリバリのルーキーとは全然そのメニューもだいぶ、まあ基本同じところは同じなんでしょうけども、うん 今の若い選手は本当練習もするし、節制してますよね。はい、あのー、僕らの時代は少しでも休んで、うん、なんか、まあこれ言い訳ですけども、えー、自分たちの中の,の言い訳ですけど、うん、気持ちがやりたい方向に持っていくっていうのがなんかものすごいいつも頭にあったんですね。だから、ね、しっかり休んでっていうのがあるんですけど、うん、今の子たちは休まないで少しずつでも休養日 を、うん、取っても、そこの日でもちょっと動いて、うん、えっと、次の日にすぐ動けるような状態にしたりして、怪我防止に役立っててますよね。うん、ですよね。はい、だからもう、要するに、あの、オフの間でも、一日も何にもしないって日を少なくしてる、だって、秋山翔吾選手、この前来てくれましたけども、はい、まあ、とにかく動かしてますよね、体を。はい、だから、僕らはもう最近はよく選手たちに話をするんですが、うん、オフ期間って言われてるんですが、オフじゃないんですよね。うん 自分たちでこう、足りないことを好きなだけできる時間だよということを伝えて、うん、えー、話してるんですけどね。えー、も昔あのね、某、えー、西武ライオンズ、もう今から彼かこれもう30年近く前ですけども、キャンプの休日前なんて言ったらもうコーチの街でライオンズの選手が溢れてた、そういう時代じゃないでしょ今。いや、ね、もう、全く違うと思います。<laughs> だからこれはあのー、 僕らがファームで、えー、キャンプを張る国神だからということではなく、<ー>それはもうどこの街行ってもですね、<ー>そういう光景っていうのはね、<ー>少ないと思いますね。ですよね。さて、え荒、ー、木さんコーチとしてはもう何度もキャンプを体験されてるんですが、えー、監督として臨むのは今回初めてで、えー、栗山監督あるいは球団から、え荒、ー、木さん、こういうことにしてくださいよって要望は来てるんですかえっと、要望は、えー まあ、あの日本ハム球団の、えー、流れというか、うん、やってきてることに合わすんではなくて、うん、自分の思うようにやってくださいということで、<ー>はい、だからそのために来てもらってるので、うんえー、好きにやってくれということは言われてるんですけど、うんまあ、そうは言ってもですね、うん、いろいろこう流れというのがあるので、<laughs> それはうまくこうコーチと話し合って、自分はこういうふうに。 今まで教育を受けてきたし、うん、こういうふうにやるんじゃないのみたいな話ですけども、向こうは向こうで、またちゃんと意見を出してくれますんで、それをうまくこう合わせながらですね、うん、やってます。はい、えー、さてあの、さっき清宮幸太郎選手の話が出ました。えー、一足 <laughs> 先にってか、二足も三足も先に、総実のユニフォームを、からファイターズのユニフォームを着た。まあ、これは早稲田大学を経てからですけども、えー、どうしても気になるのはドラフト1位の後輩、斉藤祐樹投手。まあ、怪我もありました。 もう、これちょっともどかしいっていう方も結構多いと思うんですが、荒、はい、木さんはこれ、まあ、後輩ってこともあるけども、あの、ファイターズのファームの監督として、なんとかしてあげたいよなっていう、情の部分もあるんじゃないですかまあ、情の部分は、あまあ、ないことはないですけどもね、あのー、なんとかね、やっぱり一軍で活躍できるようになってもらいたいんですけども、だからこれは、あの、えー ファームの中で下なのに上に上げることっていうのは僕は絶対できないでので、うん、だからそれはちょっと、やっぱ実力でね、うん、えー、推薦を取れるだけの、うん、えー、結果を残してもらいたいなというふうに思ってます。致命的な何かその故障とかっていうこともどうやらなさそうだって言われてるし、はい、で、ちょっと良くなったな、このままいっかなと思うと、おいええー、どうした、ね、勇気ってことになるわけでしょう。はい、メンタルなのかなまあ、 そういう部分が出てしまうと、そういうね、うん、村が出てしまうという、あの、試合の中で、うん、ということはやっぱり気持ちの部分ってものすごく大きいと思うので、うん、やっぱり本人ともやっぱり、あ話してですね、うん、なんかいい方向に持っていかなければいけないと思うんですね。で、もともと力がない子ではないと思うので、はいはい だからそういう意味では、だから、なんとかしてあげたいという思いは。まあ、これは、あの、サイトだけじゃなくて、他の選手たちもそうなんですけどね。そう、ね、はい。その他の選手の一人で、私、高校時代からずっと相模原球場に見てる横浜高校出身の、えー、浅間選手。はい。え、2014年のドラフトで入団されました。まあ、あの、ちょこちょこは出てて、いい時、まあ、サ藤ト選手とはまたちょっと違うんだけど、うん、これでレギュラーいけるかなと思うと、そうでもなかったりとか,か怪我なんですよね。だからまあ、これはやっぱり、 まあ、どうにかね、うん、ええー、怪我さえ治ればという今状況だと思うんですね。うん、で、もともと彼はもう1年目から1軍の試合で、はい、ええー、活躍しましたんで、うん、そういう意味ではしっかりこう、ええー、治してですね、うん、あの、全力でプレーができるような状況に戻すことが一番だと思いますね。ファイターズで浅間選手が外野で定着したら、これは僕強いだろうなと思う、ね。強いと思います。はい、うんまあ、それで、えっ、ー、と、まあ今、うん 西川選手であるとか、大田選手とかね、まあうで外国人が入ったりとか、いろんな選手、近藤選手がやったりとかいろいろしてますけども、そういう選手たちが、こう、なんですかね、自分たちは安泰だというような状況にならないようになれば、ものすごくこういいチームだし、強いチームになってくると思うんですね。競争激しいチームですよ。はい。そのためにはやはり、この浅間選手なんかがね、出ることっていうのは非常にこう、よく、チームが良くなる。 ポイントだと思うんですけどね。あと近藤選手もね、去年も怪我で結局途中でね、守備出して、もうリーディングヒッターこのままとんでもない記録作ってるんじゃないかって言われた。うん、あの、秋のキャンプでですね、はい、初めてあの、彼も秋のキャンプ参加してたんですけども、えー、故障上がりで、うん、えー、やっぱり技術はすごいですね。ですね。はい。だからやっぱこういう選手はどうにかこう、ね、シーズン通して上にいてもらわなければなというような感じで見てましたね。ですよね。はい まあこれからファームの監督として、え荒、ー、木さんの忙しい日々が始まるわけなんですけど、荒 <laughs> 木さんが、うん、現役のピッチャーとして、あるいはコーチとしてお使いになって、この監督のこういうところって、まあ、真似したいなっていのと。どうなんですかね。 やはり、まあ、野村監督のようにですね、はい、野村克也監督のように、やはり、ええしっかりこう、準備をさせて、考えさせて、チーム勝利に導く、そういう監督っていうのは、当然素晴らしいと思うんですけども、僕はその前にですね、関根淳三監督の下でもプレイしたんですね、はい。はい、関根さんっていうのは、なんかこう、やっぱり、どんどん経験をさせて、すごく成長させてくれた監督ではあるんですね。ですから、 失敗しても、何度でもチャンスを与えて、我慢して、えチャン、え選手を伸ばしていく、そういう監督だったので、関根さんのような監督もやはり、僕は、すごい魅力を感じてるんですけどもね、ただめちゃくちゃ厳しいんですよね。あの、優しそうに、野球解説聞いてると優しそうなおじさんいんですいや、もうとんでもないですよ。めちゃくちゃ怖いですよ。そうなんだ。そうなんだ。マウンド上来た時の関根監督の怖さって言ったらないですね。へー。 本当にちょっとこう。マウンドから降りてってしまうぐらいの。なんかこう。顔を見たらそんなことないんですけども、なんかこう醸し出すこう。空気というか、なんかそういうものがあるんですよ。怖いです。助手席ね。純増のように怖い。荒木大輔が。 これから鎌ヶ谷で見られるのかもしれませんね。はい、だそういうふうになんか選手に思われる監督って結構なんか大事かななんて思いますよね。なんかこう近く来るだけで、うん、ちょっとなんかこう感じてしまうような。うはい、ただあれでしょ監督、特にファームの監督っていうのはとにかく会話だ対話だってよく言われてますよね。はい、だからその辺の難しさもある。ね<ー>ね、だら僕らがちょっとあの発信してしまうと、うん、向こうはもう聞くだけになってしまうのも困るので、そういう意味では、えー、一軍の監督の栗山監督なんかは、うん、うまくこう 話術を使ってですね、選手の中に入って、またちょっと自分は弾いたり、いろんなことをされる監督なので、そういう意味では一番近くにそういう、なんですかね、うまく話せる話術を持ったクリアム監督がいるっていうのも 僕にとっては大きな武器になるのかな、なんて思ってますけどね。はい。はい、えー、スポーツ情熱レッド今シーズンから北海道日本ハムファイターズの2軍監督として、えー、清宮幸太郎選手をはじめ、若手の育成に力を尽くされます。荒木大介さんにご出演いただきました。シーズン中は大変かもしれませんが、また声聞かせてください。はい。どんどん呼んでください。ありがとうございます。あり,ますありがとうございました。